お疲れ様です。パーソナリティみかんです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは、北京五輪、平野歩夢が疑惑の判定について言及。海外も判定結果にブチギレ。をお送りします。北京オリンピックのスノーボード男子ハーフパイプで、この競技では、日本勢初の金メダルを獲得した平野歩夢選手。熱戦から一夜明けた12日、記者会見を行いました。昨年の東京五輪には、スケートボードで出場している平野選手。そこから、わずか半年間で金メダルを獲得したという素晴らしい結果について、このように語っていました。常に限界にぶつかっているようだった。でも、そういう自分しかやっていないことにチャレンジしたいこだわりがあった。思い通りにいかない日々が続き、今までで一番苦しかったが、自分に負けなかった。何かを諦めたことは一度もなかった。そういうメンタルが、オリンピックでも評価されたのかな?夢を追っていた小さい頃の気持ちに戻り、この舞台に帰ってこられてチャレンジャーとして挑んだ。この半年間で金メダルを取れた。そこはチャレンジ達成なのかなと思う。と振り返りました。これは本当にすごいことだと思います。しかし、競技の様子を見ていた人なら、もやっとする場面があったと思います。それは、11日のスノーボード男子ハーフパイプ決勝、平野歩夢の2回目。大技トリプルコーク1440を決めて、文句なしの滑りを披露したにもかかわらず、結果は、この時点で2位の 91.75 点。内容を考えると、あまりにも低い点数です。正直、低くても93、4点くらいはあるだろうと思った方も多いんじゃないでしょうか。暫定首位は、直前のスコット・ジェームズがマークした 92.50 点でした。誰もが平野歩夢が上回ると確信していただけに、会場はざわつき始めました。そして、記者を含めた報道陣が試合を見ていたミックスゾーン後方で、海外の選手たちから一斉に大ブーイングが飛んだと言います。それでも、この日は、3回目に 96.00 点の高得点を叩き出して、逆転で、平野選手が銀メダルを獲得。ブーイングをしていた選手も、この結果を喜んでくれたようです。しかし、よくよく考えると、3回目の点数も低い気がしますね。まあ、圧倒的におかしいのは2回目ですけど、この判定については、スノーボード競技の礎を築いたとされるスノーボーダー、ドット・リチャーズ氏も激怒。米メディアによると、米 NBC 解説を務めたレジェンドは、我を忘れた様子で、ちょっと待て。ありえない。ありえない。91.75 点だって?と吐き捨てたそうです。さらに、私に関して言わせてもらえれば、ジャッジに対する信頼感は吹き飛んだと続けたと言います。すがすがしいほどの代弁っぷりです。彼の批判は止まらず、ハーフパイプ史上最高のランだった。どこを減点するんだ?こんなことが起こるなんて信じられない。正直に言わせてもらうと茶番だ。腹が立って仕方ないと不満を炉に。さらに、危険な技の中でも、最も危険な技が報われないのなら、トリプルコークをすることに何の意味があるのか?と訴えました。平野歩夢が3回目に同じルーティンでトリックの高さと完成度を高めて 96.00 点を記録すると、リチャーズ氏はようやく正義だと語ったと言います。2回目の試技で得点が伸びなかったことについて、平野さんは次のように語りました。僕が思っているように、周りの人も同じように思ってくれていた。僕以上にもっと怒っているような人もいた。スノーボードのジャッジの基準として、どこを見ていたのか説明を聞くべきだと思う。競技やっている人は、命張って、リスクも背負っているので、そこは、選手のためを思って、整理させた方がいい。スルー、放置しない方がいいと思う。ときっぱりと言い放ちました。さらに、
採点のあり方についても苦言を呈しました。スノーボードはいろんなスタイルがあることが魅力で、自由さも一つの格好良さとしながらも、競技の部分では高さ、グラブ、そういうものを測れるようなものを整えていくべきだと思う。ジャッジの評価もまだまだちゃんとしていない。他の競技では全部を測れるシステムがある。スノーボードも大会と大会じゃないものを切り分けてしっかりするべき時代になってきんじゃないかと持論を展開していました。これは本当にその通りだと思います。今回のオリンピックのような意味不明な判定が続くようでは、競技そのものの価値を落とすことになりかねませんしね。さて、ここで疑惑の判定に対する海外の声をご紹介します。海外の反応。3本目のランで自分たちの誤りを正してくれたのはありがたかった。最後の舞台でショーン・ホワイトがメダルを取ってくれたらよかったんだけどね。明らかにジャッジたちもそれを望んでいたようだ。まあ彼らは予想以上にやりすぎていたが、彼の競技を台無しにしたのは米国人のジャッジだ。正直ショーン・ホワイトを助けるために小細工をしたとしか思えない。幸運にも彼は気持ちを立て直し、素晴らしい滑りを彼らの喉元に突きつけ、力ずくで高得点を出させたんだ。ビーストだよ。このジョークのような試合を中国とロシアは指を切れて見ていただけだったという。米国人ジャッジが袋叩きになっているかどうかはともかく、ホワイトの表彰台という希望を誰かが持っているようには感じたな。その希望がついえた時、ジャッジは再び正常化した。純粋にジャッジの採点だけで勝敗が決まるスポーツには常に論争がつきまとう。五輪は最速タイムや最多得点、最長ジャンプなど審判の採点に頼らないシステムで勝負するスポーツだけを採用してほしい。海外の人たちもさすがに擁護できないといったコメントが多かったですね。そしてハンデを背負いながらも金メダルを得た平野歩夢さんを称賛する声が多くありました。続いては国内の反応です。国内ネットの反応。純粋にジャッジしてほしい。それが頑張ってきた選手たちの思い出し礼儀だと思う。今回ジャッジする側が理解不足か忖度かわからないが、ならば忖度などせずに選手に手厚くサポートできる場を設立してより最高峰を目指してほしいと思う。不公平のないように組織としてまともに機能してほしいです。また見たいです。見ていてドキドキするような演技は楽しいし、スポーツ選手を目指したいと思うような世の中であってほしい。審判がトリプルコーク1440を成功させてルーティンを滑り切るということについての価値評価を理解していないように思えます。そもそも忖度しているからなのでしょうが、誰も成し得ていない見本も何もない前人未到の最高難易度かつ命の危険が伴う技トリプルコーク1440を成功させ、その技を含めたルーティンも他の選手のルーティンを凌駕する難易度で成功させた時点で一番評価されなければ、高難易度の技をやる意味がない。そして3回目の96点も正直低い。完璧にやってあの点数はおかしいです。2回目の採点については説明が絶対に必要だと思います。これをうやむやにしてまた選手を傷つけることはあってはならないと思います。客観的な冷静な意見だと思う。技の難易度が上がれば上がるほど、死と隣り合わせと言っても過言ではないほどギリギリの中でやっているんだから、選手が納得できる判定基準は必要だと思う。今回の歩夢くんの2回目のジャッジも自信があるなら堂々と説明すればいいと思う。歩夢くんが3回目に本当に頑張ってさらに完璧な演技をしてくれたから良かったようなものの、これでもし転んでいたらもっと大きな問題になっていたかもしれない。負けていうのは負け惜しみに聞こえてしまうけど、勝った歩夢くんの言葉だからこそ関係者はしっかり受け止めてほしいと思う。みだみで済ませてはいけないと思います。
今後、このスポーツの公平性を保たせることや、後に続くアジア人のウィンタースポーツの選手のことを考えると、きちんと AI 導入や技一つ一つの基礎点を作って加点制にしていく、つまりフィギュアスケートのような点数制度にしていくなどしていかなければならないと思います。そして、完成度、高さ、連続性、オリジナリティなどで加減するべきです。たった5人のうち上下を切った3人の感覚的な評点だけで結論が出てしまうっていうのは、あまりにも不公平の種が残ってしまうのではないかと思います。きちんと、今回の採点判断を追求して、もっと公平な採点ができるような改善のきっかけにしていくべきだと思います。いかがでしたか？今大会は、複数の競技で疑惑が目立ちます。スキージャンプのスーツ測定は従来通りに行われていたのか、ショートトラックで、なぜ、中国に有利な判定が続くのか、裏で、いろいろな取引がされてるんじゃ、と思ってしまっても、仕方のないことでしょう。同じく、スノーボードでは、女子パラレル大回転の竹内智香さん、広島ガスがドイツ選手を妨害したとして敗退しています。審判の8人中6人が、ドイツ人だっただけに、この結果には、納得いかない人も多いんじゃないでしょうか。さっき紹介したコメントにもありましたけど、ちゃんと、AI の導入や明確な基準を作って、このようなことが二度と起こらないようにしてほしいですね。しかし、改めて、この不利な状況の中でも銀メダルをつかみ取った平野選手は素晴らしいですね。これからの活躍にも期待したいと思います。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。